ハロー YouTube、今日はですね、日本政府がついに Apple とですね、交渉成立して iPhone にマイナンバーカードの、機能が乗るということが決まったようです。めちゃくちゃ嬉しいです。Android の方では対応してたみたいなんですけれども、Apple 交渉が難航していて、昨年ですかね、河野太郎デジタル大臣がティム・クック CEO に会いに行って、直接交渉してですねお願いをしたと。まあ僕はそれぐらいですね大事なプロジェクトだと思っております。マイナンバーカードシステムにとって非常に大事な第一歩、例えばアメリカではソーシャルセキュリティナンバー、社会保障番号ですね、国民一人一人に番号を割り振って、それで社会活動のですね、様々な、サービスを受けられるようにする。これがマイナンバー。まあ、日本ではマイナンバーって呼んでますけれども、それの理念だったわけですね。マイナンバーカードを受け取り拒否するラサール石井さんみたいなよくわかんない人いますけど、受け取り拒否したところでですね、マイナンバー法律に基づいて、すべての国民に生まれた時からですね、ユニークな唯一無二のですね、番号が割り振られておりますので、マイナンバーを拒否することはできないですね。マイナンバーカードの受け取りを拒否したらですね、ただ利便性が悪くなるだけなんですけれども、謎な行動をされているということで、何が嫌なのかよくわかんないんですけれども、これまでですね、日本国民は戸籍だったりとか住民票の基礎台帳みたいなものでですね管理をされてきました。これが、各自治体ごとだったりとか、でも一番大きなところはですね、ユニークな ID によって管理されてなかったところなんですね。唯一無二という意味ですね。ユニークというのは日本だとユニークって面白いとかですね、そういうふうにな意味でも捉えられるんですけれども、基本的にユニークというのは他に同じものが全くないということです。ちょっと前にですね、消えた年金問題っていうのがあったと思いますけれども、その年金の台帳がですね、人の名前だったりとか住所だったり、まあ出生地だったり、いろんなキーによっての複合によって管理をされていたことが一つの大きな原因になっておりました。また例えば斉藤さんみたいな、斉の字が山のようにバリエーションがあるような、要は漢字も無限に種類があるので、よく使われる漢字だけですね、国が定めているわけですけれども、その中に入ってないとデジタル化しづらいんですよね。紙の台帳で管理してデジタル化してないと年金なんかとても払い込めないわけですけれども、それを無理やりデジタル化してデータベースにしてたもんだから別の人に支払われていたとかですね、そういった問題が発生してたわけですけれども、それがマイナンバーだとですね、なくなると。ただし、こう、物理的なカードが必要だったということで、私も持ち歩いておりますけれども、やっと保険証とデータの乗り入れ、これもなんか批判してですね、批判に乗せられて、怖いんじゃないか、やばいんじゃないかと思って、マイナンバーカードと保険証の連携取ってない人、まだ全然多いんですけれども、こちらの方もですね、これもね、ポイント、多分連携するとなんかポイントもらえたと思うんですよね。まあとにかくマイナンバーカードまず作るだけでポイントがもらえて、で、その後健康保険証とデータリンクするとですね、さらにポイントもらえてみたいな期間があって、その時にペイペイポイントをたくさんもらいました。2万とか3万とかそれぐらいのオーダーでもらえたんで、僕は大したことないんですけど、普通の人にとっては。で、これが、いいですか？マイナンバーカードと、まず保険証がリンクしてるんで、もう保険証も持ち歩かなくてよくなりました。来年運転免許証も完全連携するので、運転免許証も必要なくなる。国家資格の免許証類も全部統合されるという予定になっておりますので、もう今僕持ち歩いてるカードほとんどございません。クレジットカードも今もタッチ決済がかなり普及してきたので、磁気ストライプも必要なくなるので、まあ今すぐでもクレカもそっちに統合してもいいですけれども、まあ本当に若干、クレカ時期じゃないと使えないみたいなところがあったりする対策で、どうせ他もマイナンバーカードもね、持ち歩いたりとかしてるんで、キャッシュカードとかも持ち歩いてますが、これね、本当新札がもうすぐ出るんですけど、新札が出るタイミングで高額紙幣オンリーにしてほしかった。1万円だけとかにするとですね、使い勝手が悪すぎるんで、紙幣使わなくなるんですよね。そうすると現金がどんどんキャッシュレスになっていく、圧力になるので、いいんですけれども、ちゃんと1000円札、5000円札、1万円札できちゃったんで、まだまだキャッシュレス化遅れると思います。まあ、もう一番マネーロンダリングの温床になってるのは、
現金だと思うんですけどね、あの自民党の裏金問題も現金とかがやっぱり諸悪の根源になってるような気がするので、現金早くやめた方がいいと思うんですが、そうするともうキャッシュカードも完全にいらなくなる。まあお金も最近キャッシュカードで引き出すことなくなって、あの現金オンリーの店で現金持ってる人が現金出すとかですね、そういった時にこう LINE Pay で交換するみたいなことも僕もやっておりますけれども、そうするともう完全スマホオンリーでカードレスになって、あともう一個すごく便利なところがあります、KYC というですね、本人確認が例えば証券口座とか銀行口座、その他ですね、ビットコインとかですね、いろんなあの金融系の取引をやるときに KYC っていうのが、必ずあるはずです。マイナンバーカードを撮影してください、そして顔を撮影してください、そういうちょっと無駄なプロセスありますけれども、まあ無駄とは言ってもあれ完全に昔はですね、郵送か対面の窓口でしかですね本人確認できなかったんですけれども、代行業者みたいなものがたくさん出てきてですね、完全にオンラインで、しかも早いところだとほぼリアルタイムでですね、銀行口座が作れたりとかする、そういったところですごく利便性が高まったんですけど、とはいえマイナンバーカードを持ち歩いてですね、実際にスマホのカメラで撮影するというですね、ちょっと面倒くさいプロセスを経なければいけないんですが、なんと今回ですね、 iPhone の中に入ってしまえばこの KYC も一発でございます。スマホで、自分の顔で、認識しておけばですね、あとはもう銀行口座の開設、マイナンバーカードがスマホの中に認証済みで入っておりますので、かなり利便性が上がるんではないかなというふうに思います。まあ、さっさとですね、なんかポイントカードとか会員カードとかやってるとこありますけど、スタンプカードとかですね、これもあの完全にアプリでそういったサービス出てきておりますので、デジタル化どんどんしていけばですね、スタンプラリーとか各種会員カードとかですね、こういったものもどんどんデジタル化してスマホの中に一元管理できるようになるので、早くそういう風にしてほしいなという風に思います。本当ね、あと日本の免許証の一番良くないところはですね、船舶免許とかですね、無線の免許とかですね、そういったあの海外でも使うもの以外ですね、西暦の生年月日が書いてないんで、年齢確認、クラブに入るときとかですね、フェス会場に入るときの年齢確認とか、こういったものもめんどくさい。ただもうこれも iPhone の中にマイナンバーカードが入ってしまえばですね、完全にデジタルで認証できますので、非常に利便性高まるんじゃないかなというふうに思います。また年齢確認等もですね、マイナンバーカードとクレカとかのデータを紐付ければですね、年齢を認証しながらお酒を売る場合とかですね、スマホの中のマイナンバーカードがないと売れませんみたいなこともできるので、非常に便利かなというふうに思いました。非常に歓迎したいです。来年の春頃に導入されるということで非常に楽しみにしております。ということでこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。